確かに KCB ハウシング、本当に実際存在してるなんか道みたい。你们可以想象 Panasonic 后面是 接 Homes 吗？タイプになるんで、我是猫，欢迎回到我的频道。我凯莉，今天我们要去看房子了，跟上次就是不太一样，很不一样。我们要去看一户建一个大哥。全然違うよ。めっちゃ楽しみやけど。我有在我的 IG 做问卷调查，问大家说你喜欢的是一户建还是公寓，然后完全就是一户建大胜，整个是7:3的比例。那看到这里，你如果还没有 follow 我的 IG， 可以。点一下 follow， 因为我从小是在公寓长大，当然也会觉得一户建是一个很憧憬的环境，但是我也不会介意住在公寓，因为我觉得公寓是没有什么不好，我从小住到大家都很开心。上一次去看的公寓是 2LDK 两房一厅嘛，没有 2LDK 的一户建，都是那种真的是一家人住的独栋房子，所以大多数至少都是 3LDK 4LDK 以上。记得记得去看啊，一定要得睡一梦。这次要去看的地方呢很特别，它是一个住宅展示场，4-5个牌子吧， Yamada Homes 以及就 Komuden， 就是有非常多品牌，其中一个还有 Panasonic。 今天我们要去看的呢就是 Panasonic 的一户建，超级酷的。因为就觉得首先就是大品牌嘛，然后一般对 Panasonic 的印象都是做电器，没想到它也是有住宅，感觉就是非常可靠。去之前呢，我就先打电话问说是需要预约的吗，还是就是可以 walking 这样子。他说你可以当天直接去，但是你如果事前预约的话呢，会有小礼，又还有那个 line 的1000点，所以我就先上网预约了。很恭喜你，很恭喜你。OK， 那我们现在就要去看房子啦。希望今天的 vlog 可以对，就是未来或许你一直想要考虑在日本买房子的人呢，可以对你们有一点点的小帮助啦。我们今天要去看的房子叫做住文住宅 ，Chumon Jutaku， 也就是定做你的房子。正式公司会依照每个家的喜好去定制出独一无二的格局、采光、厨房、卫浴等各种设备，当然还有房子的外观。首先会要先找好建设公司，然后买地后盖房子。过一个马路就是这个京都五条住宅展示场，第一栋就已经是超美的房子，而且它还是有那个 Good Design 得奖的房子。なんでね？全部欲しい、全部住みたい、おじ。它真的是一栋一栋的那个一户建，就这样子排的像展示场一样。你觉得可能民道里面比较宜？確かに。KTV Housing。KTV 我们再去唱歌吗？面白い、なんか本当に実際存在してるなんか道みたい。すごい。你们可以想象 Panasonic 后面是接 Homes 吗？ Panasonic のテレビやな。この3つ横並びにしていただいた方が俺よりは作りやすいと思います。そうですよね。ボタンないんですね。どうやってつけるんですか。おおすごい。やばい。 This is Panasonic。 我看到了科技。せーのいいね。面白い。どうぞどうぞ。おおすごい。いやこれこれは本当にパナソニックならではのなんか嬉しいで感じます。すごい。いやちょっとこれ感動。じゃあ3階だったらどうなるの。あっすごい。めっちゃすごい。すごくないこれ。可愛くない？めっちゃ可愛い。ローファーマークついてるよ。お鍋なんかで火加減を勝手に調整してくれるんです。ガス火でご飯が炊けるっていうので、はい、結構人気がある。炊飯器もパナソニックいいの出してるんです。そうですよ。でも高いんですね。そう炊飯器結構高いですよね。8万円ぐらい。あ、結構しますね。来客が多かったりして生活感を隠したい時ですね。そういう時はこういう形で。すごくない？すごい。すごいすごい。じゃいろいろ感動。すごい。めっちゃいい。確かに。あ、これゴミ箱。あ、ちゃんと
とゴミ箱スペースも、はい、これ何のために全部から楽に出せるように作ったんですか。シンクの横に持ってきて、ああはい、生ゴミですからね、はい、パッと持ってくる。あ、確かに見て、かわいい、かわいいこれ何ですか。これは何だよね。ここにコンセントがある。あ、そうですね。便利だね、まあ、充電のための。あ、そうですね。もし地震があって物が落ちてくると危ないので、はい、そういうところはあそこに引っかかるようになってまして、はい、耐震ロックっていうので、はい、震度3ぐらいの揺れから感知するので、あ、一旦扉が閉まって上からこう物が落ちてきて、はい、料理中の奥様の頭に当たったりとか。あ、そうならないように。それ大変。もう一応家の中で日本の場合靴履かないんで。あ、そうですね。もし地震の後逃げないといけないって言った時、この辺りが陶器の割れた、はい、ガラスが割れてたりするか。モーテルハウスなんやけど、なんかめちゃめちゃいい食器入ってる。見て、このワイングラス。そのワイングラスで飲みたいな。お酒お好きですか。もう大好きです。飲めなりそうな感じしないですよね。そう、でもめっちゃ飲みますね。これからの家、一番大事なのがキッチンです。本格的な中華とかも。あ、もうその本格的な中華作ります。本格的な辛さで作る。そう、本格的な辛さ。辛さもすごく本格的ですね。ここもパナソニックが入ってます、はい、これが蓄電池ですね。あ、もし停電の場合、お家の中もそうできるやつです。どれくらい持ちますか。冷蔵庫なんかですと一晩ぐらいは十分、全然いけます。あ、いけるんですね。窓が開いてる。すごいすごい、見てみて。あ、すごいすごい。じゃあお風呂で絶対窓開けた方が湿気がたまらないですね。そうですね。デザインが選べるんです、ね、全部選べますよね。できるだけ継ぎ目を少なくして、カビが入ったりする場所を少なくして。はい。这个很厉害。它现在这个灯光里面它是冷色系嘛，然后它这个是按这个键，按这个切换键。お、色変わった。就瞬间有一种你可以慢慢享受你的洗澡时光的颜色，すごいこれ。いや本当にいいわ。さっきの冷食は朝出てくる前、うん、これは寝る前。夜やな、夜ゆっくり。ああ、そのパターンですね。はい、へえ。すごい。静かですね。そうですね。全然音しない。全然音しない。普通にお店さ、めっちゃうるさい。あの隣のお家、今から入るな。わあ、めっちゃおしゃれ。めっちゃここ気になってる。これ押してもいいですか。入れる。すごい。出かける前に字がめっちゃ気になる。すごい変わった。すごいよ。これは黒め。あ、これは白。白。あ、トイレ、はい、あ、もうめっちゃ綺麗。そう、俺この色を初めて見た。いろんな色目があるみたいな。色の機能なんかあるんですよね。普通ここに継ぎ目があると思うんですけど、はい、継ぎ目がないので、はい、掃除しやすい。掃除がしやすい。すごい。陶器ではないんですね、まあ、汚れがつきにくい素材ということと、はい、このボックスは、ここにね、洗剤を入れておくようになってまして、はい、台で流していただいたりすると、その洗剤と一緒に水が流れるので、汚れ落ちがすごくいい。すごい。泡が立つようになってるんですね、この台、はい、男性の方が立っておしっこしても、はい、跳ねないで。あ、それはいいですね。それ結構跳ねるんね。リモコンがつきます。先にお前いっぱい。あんまり使うことはないと思うんですけど、音楽流したりもできるタイプもあるんです。今のトイレの使用だとおいくらですか。40万円ぐらいだと思います。私は白の方が多分好きだ、うん、そうやな、俺も上は白の方が好きだね、うん、だ、真っ白の方が安いんですよね。あ、そうですね。あ、いいです。すごい。天井高いの気持ちいいよね。気持ちいい。な、開放感があって。天井は高い方がこういうのなんかつけたらね、いいよね。じゃないと多分圧迫感とかも。これ天井 2.7。はい。通常で2メーター49のと2メーター50っていうのが。
はい。しかもなリビング、もうちょっと下だから。ここはもう3メーター、3メーターというぐらいですかね。はい、めっちゃ開放感ありますね。すごい。これは軽装部ですね。軽装。余分な湿気を吸ってくれて、エアコンを使う季節になると乾燥しやすい。しやすい。そういう時は吐き出してくれる。あ、これも。100% ですね、はい、安眠ですね、まあ、これ、まあ、ここで寝るの人はいないかな、ね、カレーのタイプになるんで閉まるボタンとかがないので数字の2っていうのを押してもらってしばらくするとこれいくらでつけれますか。大体200万円ぐらいだと。メンテナーは年間に1回大体5万円ぐらいです。安いですね。二楼。こちらの方がだいぶカジュアルな感じで、はい。はい。カジュアルになりましたよね。ファイバーのこういうね、天井なんかを、はい。屋根の形にしてもらうと、もっと違うな、はい。これ4メーターぐらいのあります。屋根をね。人を通ったりすると、なんか、見られるめっちゃ。あ、見られる、あ、そっか。うん、こんな感じやで、みんな通ったりするよ、普通に、もし。それは嫌やなと思う、うん、私も、うん、リビング感覚的に1階がいい。私今までマンションだから1階2階の感覚ないんですよね。草津の方が最近人気があるのはやっぱり新しいお家が多いから、2人にとってはどちらかに行くかっていうのはまずあの見学というか街をぐるっと車で一周回ってもらうとかしながら、はい、選んでもらった方が、はい、間違いないとか。あ、そうですね。そうですね。两块 C 型的，然后这个是一体成型的一个方形的构造，这个比较坚固。ねじれると。ねじれますね。はい。これは正方四角形。はい。あ、全然ねじれない。前面是寝室。寝室。お、なんか。落ち着く色だね。一軒家とマンションの違いは一軒家本当に好きにマント作れるんですね。マンションやったら本当に角部屋じゃないと大体なんか窓を開ける場所も決まってる。そうやね、そこが大きな違いな。後ろ窓開けてもいいよな、ぶっちゃけ。うん、そうやな。これは一軒家の良さやなと思う。窓がたくさんある。そう、窓作れるのがめっちゃいいね。多くても3面しか窓作れないんですよね、うん、ここめっちゃいい。ああ、いいね。冬のなんか作るときに、一番部屋なんかめっちゃ広いのこれも作れるんですね。そうですね。しかも洋服がおしゃれ。やっぱり私よりおしゃれ。いや、めっちゃ、好優雅的衣服、我的天哪。この空間いいな。夜ちょっと仕事とかするとき今日ここいや、ここで仕事せえへんやろ。男の人多いですね。あ、そうなんですか。手を伸ばしたら大体全てのものに手が届くような感じで、はい、ここで女の子がみんな広い。女性の方はやっぱ広い方が喜ばれます、ね、あ、はい、そうですそう、控室的控灯。啊，这个类型会有点延迟，然后他说另外一个类型的话呢，就会比较马上有反应，我觉得会比较好。它有一到六，你可以设置六个不同的情境，可能读书的时候啊，吃饭的时候，看电视的时候，它都帮你设定好，你就不用说每次好像你要调那个灯光的亮度啊，调那个冷色系、暖色系啊。那你过来。梅酒作る。これめっちゃいいよな。なんか畳部屋ってうまく使えるんですよね。これもバイバイ。はい、今日はありがとうございました。良かったです。面白い。すごーい。面白い。最強な収納ですね。啊、上は在这边真的是可以收纳超多东西。草津坪単価は坪60万前後ぐらい。だから京都よりは安いです、まあ、お家建てれば、まあ、6000万、6000万から7000万、7000万ぐらい、ね、うん、这个就是这一次来看房子的特点。あ、すごいすごい。6対2っていう方6になってまして、お二人のプロフィールから始まって、はい、あ、
あ、面白い。今の家事ですとお話も出てましたけど、はい、まあ、今どれぐらい光熱費かけてらっしゃるかとか、はい、でご相談いただきながら、はい、でこういうところはあのご主人様と奥様それぞれに。確かにいろんなありますね。これピンときた。ご主人様の場合は電源がなくていらっしゃるんですけど、はい、イメージですよね。家をいついつに建てられて、はい、まあ、その時に子供さんがいらっしゃるかどうか、例えばですけど子供さんに一番お金かかる時期としては多分この辺やと思うんですよね。うん、どうやった？すごく楽しかったし、やっぱお家見るのなんか面白いね。うん、楽しい。本当になんか一軒家だからできる良さ、うんうん、でもね、見て一軒家めっちゃいいと思った。うん、一軒家めっちゃ高くない？高いけど土地、うん、ちょっとお金出したらまあ広くできるし、でも地域の雰囲気は変わらない。周りの環境は変えられないって言ってたから、まあ、確かにその通りやなって俺は思ったわ。めっちゃ大事。